ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦の県では、ボスニア・ヘルツェゴビナ共和国を構成する構成体の一つである、ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦の地方行政区画である県について記述する。ボスニア・ヘルツェゴビナ共和国は、ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦とスルプスカ共和国の二つの構成体からなっている。そのうち、ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦には十個の県が設置されている。 各県の下には基礎自治体が置かれている。一方、スルプスカ共和国には県は置かれていない。それぞれの県は独自の行政府を持ち、知事を主犯とする内閣によって地域行政を担っている。十個ある県のうち五県は母子役人が多数、三県はクロアチア人が多数、二県では両者が拮抗し、特定の多数派が存在しない。ウナサナ県、 ボサビナ県トゥズラ県ゼニツドボイ県ボスニアポドリニエ、県中央ボスニア県ヘルツェゴビナネレトバ、県西ヘルツェゴビナ県サラエボ県大重県中、ボスニアヘルツェゴビナ連邦では、ボスニア語、クロアチア語、セルビア語が、憲法の定める、公用語となっている。上記県名は英語及び、ボスニア語で書かれている。セルビア語での名称は、ボスニア語と同一であり、 キリル文字を使って書かれる。また、クロアチア語での名称は、県を関東ではなく、ジューパニアとするなど、これとは若干異なっている。ありがとうございます。